幼女方針の元禄八年四月十六日は、江戸時代前期の皇族、そう。小水野お天皇の、大十王子。母は、延期音の娘、新興義母に言えん子。天台衆延略寺別院妙法院の門関。幼名は照ノ宮。意味名は官便、官民。字は、からだぞ。号は、いつどう昭法四年十二月行前方針脳の死として、 妙法院に入室。慶安3年2月新郎宣言を受け、8月特度して、妙法院門跡を相続した。漢文3年に一新あじゃり、ご地蔵となり、10月天台座すに部任同5年7月二品に除された。遠方4年2月天台座すに官任したが、わずか半年ほどで辞任。同7年11月3度、天台座すに部任される。 元六四年十一月時代に隠居所の鉄流案を立てて移り住んだ。同六年六月雑職を老いの公弁方針脳に譲り、八月隠居の直居を得て、隠語師宿院とこうした。同八年四月十六日に各無瀬のため公居。去年五十六。既得でも普段と劣らない筆声で、家を知るし、自ら臨重の法事まで収めたという。 同月25日法獣時に葬られた。日記は、漢元録、逸道雑日記とも称し、漢文3年から元録8年まで32年間の、自筆本が妙法院に現存する。天台教学の研究や、経典の講習に専念し、送電廃院、五部大乗業省経録など変調は、多い。鹿やレンガ、書道、絵画、池花などへの造形も深く、 監視集として、一道集が残る。特に絵画では、かの丹優から手ほどきを受け、ご水の法王の地蔵を多く手掛けたことで知られる。法王からの注文を取り継いだ、法輪少将の日記によれば、顔の部分を、行広司法神皇が描き、それ以外の毛細や畳、押しと寝などを丹優が描いたという、上京4年の東山天皇の最高大城祭を、あまりにも、 簡略化されすぎており、神を欺くものだとして批判している。ありがとうございます。